では時間になりましたので、キープコーム&ノーニュークス1110危険バクテロ国会前集会を開始いたします。本日は、本来でしたら、午後2時からの開始の予定だったんですが、まあ、ご存知の通り、天皇陛下の祝賀パレードの、影響ということでこの時間からの開始になりましたが、皆さんお集まりいただきて、誠にありがとうございます。ではですね、早速、オープニングのライブの方から始めたいと思います。今まで2回ですね、こちらの集会に、力強い歌声を聞かせてくださいました。この方が、再度お越しいただきました。盛大な拍手でお迎えください。遠慮に瑠衣子さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんどうも。今日はねちょっと時間が遅くなってずれちゃったんですけれども、暗い中お集まりいただきましてどうもお疲れ様です。社会科演歌歌手遠慮寺瑠衣子と申します。よろしくお願いいたします。もう私30年間あの新宿御苑の近くのねデザイン学校で、まあ、ちょっと実はあのイラストレーターをやっておりますので、まあ、そのイラストをね、教えに行ってたんですけれども、あそこってねお酒絶対飲んじゃいけないとこなんですよ。お花見なんかもね、ただ花を見るだけ、お酒とかはもう絶対禁止って書いてあるところなんですけど、何ですかね、あの先週の、 あの国会ではあの質問がありましたけれどもね、安倍総理主催の桜を見る会、樽酒が振る舞われてて、お団子とか、お菓子のお土産、マスのお土産とかいろいろついて全部ただ、それ全部税金ですよ。であれをもしその税金をふるさとを追われた人、仮設住宅に住んでる人とかに回してたらどうなってたでしょう。全然違いますよね。もうそう思うとちょっと腹が立ってしょうがないというか、もう泣きたくなっちゃうような気持ちになっちゃいました。もうね、でもちょっと今日ね朝ねインスタグラムとか見てね、桜を見る会で検索するとね、もうこういういいことがあったってすごくやっぱりみんな嬉しそうにしてるんですよね。でやっぱりちょっと他の人と違うなんかこう特権的なことがあるとすごく嬉しくなっちゃうっていうのをうまく利用してるっていうか、で結局原発利権とかもね、いろんな地方にいろいろお金がばらまかれたりして、あこれで良くなるんだ、うちだけ、原発を誘致したからうちの町は良くなるんだっていうことで、結局なんかこうしっぺ返しというか、なんか後で大変なことが起こったりというののね繰り返しだったんじゃないかなと思って、もうちょっといろいろね辛い気持ちにもなるんですけれども、もうなんとかね、少しでも少しでも前に進んで、なんかこういう状況良くなっていけばいいなと思ってます。で、3.11 以降ここで半原連さんがね、毎週毎週、声を上げる場所を作ってくださって、でそのおかげで他のいろんなことが問題があってもね、国会前官邸前で、いつもみんなが動けるように、こうフットワーク軽くなったので、本当に半原連の皆さんにはありがとうございます。お疲れ様です。これからもねなんとか、続けていって前に進んでいけたらなと思っていますので、じゃあ最初オープニングは元気よく、ご存知の昭和歌謡メドレーに乗せまして、原発反対を訴えていく演歌なんですけれども、今日は、ちょっとテクノ演歌リミックスということで、皆さんにもコールよろしくお願いいたします。ではお願いします。さよなら、原発さよなら、みんな
恋や、たとえ別れて暮らしても電気全然困らない。待って待って待っているのよ、原発ゼロ、さよならさよなら原子力発電。苦しくったって悲しくったって、ここに来た時元気なの、みんなの勇気に胸が弾むわ。金儲けだけのやつらにワンツーワンツーアタック。だけどなかなかじゃあ、なかなかじゃあ、涙も汗も流したいっぱい、原発なんてなくなり休みたい。アタックアタック経団連、アタックアタック自民党。
返せいけん、ぶっ潰したい幸運の政権、ぶっ飛ばしたい幸運の政権、ぶっ潰したい幸運の政権、ぶっ飛ばしたい安倍政権。さようならさようなら原子力発電。ありがとうございました。じゃあ今日もね、ちょっと風が出てきて寒くなってまいりましたけれども、皆さんあのお着替えなどねお気をつけて、しばらくの時間皆さんでちょっとお話を聞いたりして頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。遠慮寺るい子さんです。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、では引き続きまして、主催の、首都圏反原発連合より、ご挨拶の方させていただきます。皆さんこんばんは。今日はあの、天皇即位パレードのために、時間が変更になりまして、ご迷惑をおかけしました。だけど、まあ、なんとかこの時間で、開催することができました。私たちもあのしつこくて、2011年から活動しておりますけども、2012年の3月から金曜官邸前抗議に今350回以上になってます。今日ご参加の多くの皆さんも、毎週または時々参加されていると思いますけども、まあ、こうやってしつこくしているのには理由がありまして、安倍政権がなかなか原発をやめないということにあります。しかしあのこの原発産業といえば、今日もおそらく多くの皆さんがスピーチされると思うんですけども、先日報道されました、関西電力の、原発マネー還流賄賂事件、これはですね、やはりあのすごく大きな事件、これはあのおそらく関電だけに限らず、各地の原発現地、電力会社でこういった、まあ、あらゆる形で、不正な仕組みが私は、ずっとあると思います。そしてその仕組みがあるからこそ原発を、やめられない、やめない、まあ、そういったことにも大きく関わっていると思います。最初の 2,3 週間は、かなり大きく報道されてましたけど も、もうここのところ、報道が、あまりされなくなってきています。しかし、このことはまだ、全然解決もしてませんし、社長も、辞めるとは言ってますけども、第三者委員会のまとめが出るまでは、居座り続けると、こういった、まあ、異常な事態が続いています。それであの反原発連合では、関電の追及キャンペーンということで、後でまたあの別途ご案内しますけども、ちょっとやはり忘れてはいけない、この事件をですね、闇に葬ってはいけないということで、キャンペーンを、始めております。本当にもうこの事件徹底的に洗えば、もう圧倒的に、国民からの、電力への、信頼はもう損なわれる。これはあの本来であれば、原子力政策、エネルギー政策を転換できるほどの事態に、つながるはずなわけですけども、政権はもちろん電力会社をかばいますし、与党の皆さんが、関電に、国会に来て証言してくださいということを言っても、これを拒否しているという事態、由々しき事態になっています。こういった意味でも、あらゆる意味で今あのテロ対策、これで3月になって何個か原発が3月から止まっていく。そしてこれってあの結構忘れられがちなんですけども、来年から発送電分離が実施されます。これ本当に、ま、あの 3.11 以前には、古賀さんなんかはすごく昔から経産省にいらっしゃった時から、発送電分離のことは言ってらっしゃったんですけども、夢のような話。ただし、これはやっぱしばらくはあの管理は今までの大手電力がするということですので、ちゃんと公正にあの発送電が、使われていくかどうかというのは、やはり私たちが、監視をしていかないといけないのではないかというふうに考えています。今日は本当にあのいろんなあの有識者の皆さんがお話してくださいますので、私の方からはいろいろこういった話をすることもないのですけども、やはりあのこの関電の問題というのは私たちにとってもすごく大きなことであるので、こうやってお話しさせていただきました。首都圏反原発連合も皆さんと一緒にこれからもですね、毎週金曜日、参加者の人数はだんだん減ってはいるんですけども、なんかこう一定少なりながらも一定の規模を保てておりますので、
ますますですね、今から冬になってちょっと寒くはなりますけども、皆さん無理のない程度に、交代で、仲間で交代ででもよろしいですし、ぜひ、私たちと一緒に、声を上げ続けていただければと思います。今日は幸いそんなに寒くない、前回7月7日の時は大雨でもう地獄を見たような集会になったんですけども、今日は昼間に開催してればもっと多くの人もいらっしゃったと思いますし、すごくいい陽気でいい集会になったと思うんですけども、これから2時間約2時間ですね、できれば最後まで一緒にこうやって脱原発の意思表示をここで大きく掲げていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、では続きまして、各界の方の、スピーチの方に移らせていただきます。その前にですね、あらかじめ、お知らせしておきますが、今回、スピーチをお願いして、おりましたお二人の方、ちょっとスピーチの方がキャンセルというふうになりました。まず映像作家の鎌中ひとみさんですね、お仕事の都合でキャンセルということになりました。あと、映画作家の船橋敦さん、ちょっとご体調本日崩されまして、こちらもキャンセルということになりましたので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。では政治家の方のスピーチをまず、始めたいと思います。まず最初に、お願いいたしますのは、ちょうど、衆議院議員で超党派議員連盟原発ゼロの会事務局長の安倍智子さんです。よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんばんは。雨にも負けず、風にも負けず、即位の礼にも負けず、居直り続ける安倍晋三にも負けず、そして今こそここの本当にこれだけの思いのある皆さんから新しい動きがまた始まるんだと思います。私は原発ゼロの会事務局長の安倍智子です。もともと超党派でやってるんですが、共同代表の河野太郎さんはちょっと変わったろうって言われて大臣になっちゃってるので、早く帰ってこいよと、一緒にやっぱりこの次の時代は絶対原発ゼロ、それしかないということをやり続けたいと思っています。今日は3つお話ししたいと思います。第1、先ほども司会お話に冒頭のお話にありましたが、今何たって関連問題です。国会の追及あんまりにもいろいろあるのでね、だっていくらやカニやなんたら配ってやめちゃう大臣、法務大臣が自ら選挙違反、もうどうなってるの、身の丈発言の萩生田大臣、もうね、もうボロボロ、極めつきはヤジ大王の安倍総理ですが、もうこういうもうボロボロの国会の中で、実は関連問題ってまだまだ取り上げられていません。皆さんにクイズ。高浜町の元助役が小判に変えたり背広に変えたり商品券に変えたりしたお金の原資、元はどこから来るでしょう。誰もこれを言いません。私たち原発ゼロの会では、ここをなんとか追及突き止めよう。そして答えは総括原価方式、なんか難しいけど、電力会社が電気を作ったら必ず損がないように保証されてる総括原価方式っていうお支払い方式があって、それによって電力会社は絶対損をせずにお金が入る。入ったお金で例えば再稼働したいから、安全にはこれだけいろんな設備がかかるから、じゃあこの事業をあんたんとこに出してあげるね、あんたんとこだよ、あんたんとこだよってやってキックバック、戻ってくる。これを一部関連に、一部点々の政治家に、一部はちょっと高浜の助役ももらったでしょう。こういうぐる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 の構造があるんです。そして送配電が分離、いいことです。だって電気作る人と配る送る違うんだから。だけどここにも落とし穴がある。分離するのは発電部分の、この総括原価方式もやめるって言うんですけど、送電部分はやめない。だからいつまでも電力会社は守られる、いつ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 までも。
私たちは今真剣にこの本当の電力会社が牛耳る送電部分を解放せよ、再生可能エネルギーになぜつなげないのか、なぜ追い出しておいて自分たちだけ、九州電力もそうでした、関西電力は再稼働、再稼働の都度再生可能エネルギーの比率は下がるのです。このいびつな構造を絶対に明らかにして、私たち原発ゼロの会もしこしこやってきました、反原発首都圏連合の皆さんもそうです、諦めない、地道にへばりついて絶対にやめさせる、頑張ります。この間すごく災害が多いです。この災害にもダム発電の問題があります。東京電力も深く絡んでいます。戦後の経済のインフラすべてが原発とダムに集約されます。ますます問題は本質に迫ってきました。原発をやめる戦いから本当に地域で人が生き、その命が守られ、私たちの大事な子どもたちの未来がある政治に皆さんと一緒に切り開いていきたいと思います。本日のめげない皆さんとご一緒できることありがとうございます。終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。では続きまして、参議院議員で日本共産党の吉良佳子さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員の吉良佳子です。今日も夜寒い中、それでも原発反対と声上げ続けている皆さんに心から連帯と敬意のご挨拶を申し上げます。もう国会はね、先ほどお話しあった通り、もう腹立つことが多すぎるんです。でもだからこそ、それに対して一つ一つ声を上げていかなきゃいけない。先日は高校生の声で政治が動いた、変な入試改革制度が延期になった、声を上げれば政治は変えられる、もうそのことは明らかです。だから原発もみんなの声で止めていこうではありませんか。さて、まあ、腹立つことたくさんあるんですが、原発で言えば先日東京電力が日本原電の東海第二に2200億円再稼働のために出資する、支援する決めました。とんでもない話だと思います。これね、まあ、東電だけじゃないんですよね、関西電力とか東北電力、中部電力、あと北陸電力も再稼働のために出資すると3500億円合わせて、電力会社丸がかえで東海第二再稼働するのか。でも東海第二ってもう老朽化している原発でしょ。本来だったら真っ先に廃炉すべき原発じゃないですか。だからリスクのための安全管理のための予算が山のように膨れ上がっているわけで、そんな湯水のようにお金使って原発再稼働していただく必要なんてどこにもないわけです。とりわけ東京電力というのは事故を起こした会社でしょ。まず真っ先にやるべきは、事故を起こして大変な被害が続いている福島の皆さんへの賠償なんじゃないですか。先日福島の農民連の皆さんと政府東電交渉に参加しました。その時に東電はこの原電への支援についてこう言った。いや、賠償をするためにも我々が利益を上げていく必要があるんだと。原発動かして賠償なんてとんでもない話じゃないですか。そうじゃなくても東電は ADR の和解案なんか次々と拒否をしているのが実態です。先日は苗を植えて、まあ、肥料なんかを売ってなんとかやっている農家の方に対して、いや、それは農家じゃ農業じゃなくて商店の経営だから、その分払いすぎた賠償金5500万返してくれ、そんなことまで言っている事例があるということまで明らかになった。どこまで被災者に冷たい、責任も取らない電力会社か。それを容認している政府だって同罪ではありませんか。賠償もまともにやらない、
事故をなかったことにして再稼働を進めるなんてありえません。そして関電の原発マネー疑惑です。疑惑は全く解明されていません。あの半原連の皆さん、疑惑徹底追及キャンペーンということですが、私たちも国会でその疑惑追及の先頭に立って頑張る決意です。そしてやっぱりそういうお金のために、経済のために、国の、この国の人の命や暮らしを犠牲にする、そういう政治の在り方を見直す時に来ているのではないでしょうか。先日9月に国連でグレタ・トゥーンベリさん、16歳の環境活動家の方がスピーチをした気候変動問題で、この時も同じようなことを言ってるんですね。もう気候変動によってもう大量絶滅の始まりに差し掛かっている。なのにあなたたち世界の政治家が語り合うのは、お金や途絶えることのない経済成長、おとぎ話だけ。よくもそんなことができますね。お金のために人間の命が、人々の暮らしが犠牲になっていいわけがありません。とりわけ日本では再生可能エネルギーの普及の障害になっているのが原発なんじゃないですか。先ほどお話ありましたよね。それだけじゃない、九州電力ではエネルギー供給が増えてしまったから、でも原発を維持しなきゃいけないからって言って再生可能エネルギーの方を止めた。ありえないじゃないですか。止めるべきは原発でしょ。いや、環境に優しいなんて嘘言わないでいただきたい。原発こそ事故を起こしたら環境どころか人の命やそこの暮らしを、ふるさとを奪ってしまう危険なエネルギー、それはもう明らかなんじゃないですか。未来を守るため、命を守るためには原発ゼロしかありません。原発ゼロ基本法、まだ棚上げになっていますが、必ず国会で審議させる。そのために超党派で力を合わせて頑張り抜く決意を申し上げまして、この場でのご挨拶といたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では引き続きまして、衆議院議員で立憲民主党環境エネルギー調査会事務局長の山崎誠さんです。よろしくお願いいたします。どうも皆様こんばんは。本当にお世話になります、ご紹介いただきました衆議院議員立憲民主党の山崎誠でございます。まあ本当にですね、今安倍さん、皆さんとお話をされて、私も言いたいこともう本当に語っていただきましたんで、私はちょっと冷静に現在の国会の情勢、私が担当してます法案の関係、少しお話をさせていただきますね。で、原発ゼロ基本法案、去年の3月の9日に衆議院に提出をして、もう1年半棚ざらしです。で、私たちはこの法案をとにかく審議をしろということで言ってますけども、要は経済産業委員会の理事会というのはもう自民党多数でございますんでね、もうとにかく時間があっても他に審議する中身がなくても何もやらない、本当に開店休業を続けて原発ゼロ基本法案棚ざらしにしています。でも我々は黙って見てるわけではありません。もちろんこれをとにかく審議しろっていうのは第一なんですけど、この法案の中身皆さんご存知ですか。5年以内に廃炉を決定をするっていう内容にしてます。5年なんでかかるんだって言われる、そのまず2年は実施法案っていうのを作ろうとしてます。原発を止めるためには基本法があって、一つのルールを決めていく、原発を止めて、そして再生可能エネルギーを伸ばしていくための法律を作んなきゃいけない、実施法というのを、それを2年で作りますっていうのを約束していた。私たちは今実施法を作ってるんですよ。わかりますか。今実施法を作って、通常国会では分散エネルギー社会推進法案っていうのを4つ出しました。これ超党派で、でこの臨時国会では今原発廃止法案を作っています。
これをですね、じっと作り上げて、もう自治法を前倒しで作ってますから、今度、基本法が通れば、5年じゃなくて4年で原発廃止を決める。ね。基本法が2年かかるんだったら、私たちはその間にもう自治法を作っておきますから、原発は3年で止まる。私たちはそうやって具体的に原発を止めるために何が必要かも一生懸命考えながら今戦っていますので、どうかご期待いただいて、そしてこの法案を最後通すのは、やはり政治の数の力なんで、衆議院選挙、ね、いつになるか分かりません。安倍さん、自分の都合のいい時にやるでしょう。負けてられないんで、どうか皆さん、お力添えよろしくお願いします。私たちは、私も原発、あるいは再生可能エネルギー、ロジカルにどうやったらね、日本の社会のエネルギーシフトができるかって、一生懸命、古賀さんなんかにも知恵を借りながら、議論をしています。でもね、今回の関電問題でもバカバカしくなりました。ロジックなんか何にもないじゃないですか。自分たちが儲けるため、関電の経営者、自分のポケットにお金入れるために再稼働って言ってんじゃないですか。もうロジックなんかないんです、この国は。もう崩壊してしまっている。何でもそうです。エネルギーだけではない。なんとかこういう間違った政治の流れを皆さんの力をお借りをして正していくのが私たち野党の連合の本当の目標でございますので、どうか原発問題突破口にして日本の政治を正していただきたい、心からお願いを申し上げます。今の私は政府も悪い、官僚もおかしくなっちゃってるんですよ。忖度、官僚の皆さんもロジカルにはもうこんなのどうでも理屈が立たないなと思っても、でも自分が施設するため、自分が枕にするため、そうやって今官僚の皆さんも残念ながら動いている。早く早く政治をまともにしないと日本は官僚の皆さんと共に崩れてしまう、そんな思いも強くしています。どうか皆さん、今一度言います。やはり選挙で政権を倒さないと、交代しないと、政治を変えないと、日本は変わらない。危機感を持って皆さんと一緒に戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、ご登壇いただいた3人の政治家の皆さんにもう一度、ステージに上がっていただきます。まず、超党派議員連盟原発ゼロの会、安倍智子さん。すいません。申し訳ございません。ちょっと、うっかりしておりました。いい、そのままいい。いいの？そのままお願いします。すいません、進行がちょっとうっかりして。立憲民主党の山崎誠さん、参議院議員、共産党の日本、木田佳子さんですね。すいません。今、棚上げになっている、原発での基本法案、あと、関電疑惑ですね。ぜひ国会の方で引き続きの追及、また法案の成立ですね、いただくために、もう一度皆さん、議員の方、皆さんに大きな拍手をお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。すいません、ちょっと司会の、うかつにボケておりまして、ここでですね、すいません、社会民主党、党首の又市誠二さんのメッセージいただいておりまして、そちらを代読させていただきます。それでは代読いたします。キープアンノーニュークス1110原発ゼロ国会前集会にご参加の皆さん、社民党党首又市誠二でございます。皆さんの前でお話をしたいところですが、あいにく第56回五県大会や東日本大震災の影響で
統一自治体選挙からずれた福島県議会議員選挙など、私をはじめ福島副党首、吉川幹事長、吉田選対委員長らは全国を駆け巡っております。お許しください。関西電力の金品受領問題は、原発を推進する電力会社の本質体質を露呈したと言わざるを得ない。つまり原発マネーの還流は、原発は安全だと言っていても、実際は原発は危険だからこそ金品を配布して建設をするしかないのだと、事実解明と厳罰な処分を求めていきます。第200回臨時国会では原発ゼロ基本法案を審議するよう働きかけていきます。原発廃炉政策と廃炉技術者の育成に取り組んでいきます。改憲を狙う安倍政権を退陣させ、立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻し、原発ゼロを実現させましょう。社民党は核絶対否定を胸に刻んで、原発なき日本、核なき世界、戦争なき世界の実現を目指し、激励と連帯のメッセージといたします。2019年11月10日社会民主党党首又市誠二、以上でございます。はい、すいません、ちょっと混乱が発生いたしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。はい、では引き続きまして、各界著名人の方のスピーチをお願いしたいと思います。まず、元経産省官僚で改革はするが戦争はしないフォーラム4代表の古賀茂明さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。いや、なんかね、国会の先生方のお話を、伺ってまして、すごい熱が入ってるなと、ちょっと嬉しかったんですね。私はちょっと あれほど元気は出ないんですけど、いくつかね、お話をしたいと思います。まあ、安倍さんのね、最近国会での態度、どう思われます？もうひどいでしょ。自分でね、ヤジ飛ばしたり、もうなんか支離滅裂な答弁したり、すれ違い答弁ばっかりで、ちょっとね、日本人としてこれが、私たちの政治のリーダーなんだって思うと本当に恥ずかしいんですよ。で、まあ、なんか本当は今日ね、アイアムノット安倍っていう紙持ってこようかなと思ったんだけど、もういい加減嫌になった。だけどそれだけじゃね、なかなか動かないんで、もうちょっと我慢しようと思ってるんですけど、恥ずかしいというとですね、もう恥ずかしい話がいっぱいありますよ。まあ、この間の国連でね、さっきグレタさんの話も出ましたけれども、地球温暖化のね、サミットを開かれたんですね。で、このサミットにですね、安倍さんは出ませんでした。それはね、出なかったっていうことに発表されてるんですね。出なかった、欠席しました、なぜなら時間的に都合がつきませんでしたって言うんですけど、あれ嘘です。あれはね、本当嘘ですよ。もうその数日前からね、ロイターとかニューヨークタイムズとかいろんなところで、ワシントンポストとかね、そういうところでも書かれてましたけども、国連の事務総長のですね、事務総長がですね、今度のその気候変動サミットにはもう綺麗事のスピーチはいらないというふうにはっきり宣言して、具体的な中身を演説してくれと、首脳が来るんだったらね。だ、具体的な、例えば、何年までに CO2 ゼロにします、あるいは、特に焦点が当たったのは石炭火力発電所を、ね、もうやめますということをはっきり言ってくれと。で、そういうことを言わないでね、なんか綺麗事ばっかり言うんだったら来ないでくれというふうに言われちゃったんですよ。それで、安倍さんやっぱりね、何も言えないでしょ、今の日本では、今の日本の政策では。だから諦めちゃったんですよ、恥ずかしいから。それで小泉さんがね、行きました。だけど順番がありますからね、首脳クラスはこう
スピーチさせてもらえるけど、小泉さんみたいなあの新米なんかだとですね、全然後ろになっちゃうので、結局順番は回ってこないということで、まあ、幸か不幸かスピーチもしないです。その後、まあ、記者会見とかなんかでね、あのセクシーだとかなんだとかって余計なこと言って、叩かれましたが、あの大事な会議に出席して発言できない、それが日本の総理大臣です。石炭火力を未だに作ろうとしている先進国は日本だけです。他にありません。どんな国ももうやめると言ってます。でもまだ日本やるんですよ、ね、原発だけじゃないです。要するに環境とかね、自然とかそういうものに全く関心がないんですよ、安倍政権は。それがすごく恥ずかしくて悲しい。まあトランプさんと一緒ですけどね。でトランプさんはこの間、ついに、まあ、パリ協定から、ね、抜けるというのを正式的にあの手続きを始めるということを宣言して、まあ、国連に通告しているわけですけれども、そのアメリカではですね、トランプはどんどん、まあ、後ろ向きにいってるんだけど、カリフォルニア州とかね、そういう、まあ、先進的な州がすごく厳しい排ガス規制とか始めてるわけですよ。でホンダ自動車ね、ホンダ自動車はフォルクスワーゲンとか BMW、BMW なんかと一緒に、じゃあそれに従うようにこういうことでやりましょうということで、この夏にカリフォルニア州と合意しました。よし、よくやったと、ね、これでもうトヨタも日産も続けというふうに思ってたら、ついこの間何が起きたか、トヨタと GM が一緒になってカリフォルニアの規制を潰せということでトランプ陣営に加わったんですよ。あのトヨタですよ、日本で、まあ、唯一なんか世界に誇れるかもしれないようなそんな会社ですけど、でも実はあの会社もあんまり環境対策熱心にやんなかったんで、まあ、非常に遅れちゃって電気自動車とかが作れないんですね。それで、まあ、苦しいから規制をとにかく今遅らせようということでやっています。これは安倍さんへの忖度でもありますよ。トランプさんへの忖度、安倍さんへの忖度。だから政府がそうだとね、企業までそうなっちゃうんですよ。ね、関電もひどいけど、この間びっくりしました。電力会社のね、あのコンプライアンスについて、決算発表で社長がそれぞれ発表したんですよね。北陸電力が一番まともでした。北陸電力はもうすべてのね、お中元とかね、お歳暮とかそういうのはもう一切受け取らない。もうどんな小さなものでも受け取らないということを発表したんです。東北電力はですね、なんて言ったかというと、まあ、常識の範囲内ならまあしょうがないんだけど、ね、まだ受け取るつもりらしいんですよ。でもしも常識の範囲を超えるようなものをもらっちゃったときは、もらっちゃったらってね、もらうっていうことは前提になってるんですけど、もらったときは上司に相談しろと、ね、J パワーはこれもなんかすごかったですよ。あのもらっちゃって返せないときはちゃんとね、あの上にやっぱり報告しろと、ね、もらって返せない時って、ああ森山条約みたいな人が J パワーとの関係でもいるんだなっていうね、もう全部そういう仕組みなんですよ。だから政府もそう、企業もそう、そして裁判所もどうですか、ひどいね判決をどんどん出してますよ。ということはね、何を意味するかっていうと、コンプライアンス何にもできないね、企業が原発を動かすんですよ。怖いでしょ。そして何かあっても、ね、福島の事故があったって事故の調査もちゃんとやらない、そういう政府が、ね、原発の安全について規制をし、そして訴訟を起こして、ね、何とかしようと思ったって裁判所は全然受け付けてくれないんです。そんな国で原発動かしちゃいけないんですよ。でしょ。だから、まあ、今ね、あの国会の先生方も皆さんおっしゃいました。でもいくら反対、ね、言っても結局国会を変えないと動かないんです。何にも選挙はいつあるか分かりません、ね、だから、まあ、今あの野党共闘どんどん進めてますから、皆さんもそれを後押ししてですね、とにかく何があっても次の選挙では勝つというつもりで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
では引き続きまして、環境デザイナーで元東北芸術工科大学大学院准教授の広瀬俊介さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは、広瀬です。よろしくお願いします。あの環境デザインという仕事は、公園とか並木道なんかを、デザインすることなんです。でただそれはあのデザイナーのセンスで美観を整える以前に衛生とか健康とか福祉とかそういうことをあの大事に考えていくものです。でそういう中では例えば土地とそれからあの天然資源の持続利用なんていうのも社会の持続のために必要になります。そういうものとしてあの、まあ、今日はあのこちらにお集まりのこう皆さんがされているようなこういうその 3.11 以降の社会運動の成果についてどうしてもお伝えしたいことがありますのでお話しに来ました。2016年3月に出ました現代思想っていう雑誌で今日挨拶をされたこちらの主催者のミサオレドルフさんとそれから歴史社会学者の小熊英二先生からシールズの奥田明さん3人が話し合いをされている中で小熊先生が日本には古代ギリシャ以来ヨーロッパやアメリカの都市にあるそのこう政治集会を行う広場がないないんですけど今こうやって皆さんが集まられているように物理的な場所としての広場はないんですけどでも実際にこう広場の意味を持つ状況を私たちは作ってるんじゃないかって書かれていまして環境デザイナーとして私もそれは本当そうだなと思いました。できるだけ毎週ここに来ようとしてきた身としてですねなおさらそれを感じました。で日本っていうのは前身、近代化してから前身は大日本帝国ですね。でこの大日本帝国の中では公園というものも作られましたが例えば広場という名前のつくものに関しては公共前広場のように国家儀礼ですねそれを行う場所を作ったりしてきてます。それから公園は一応作ることにされましたがその7年後に、自由民権運動の高まりに対して集会を禁じる条例が作られていたりします。だからずっとこう抑えられてきてます。で以降その今日日本国憲法では21条で、集会の自由っていうのが保障されてるんですけれどもただ例えば都市計画の歴史の中で重要な石川秀明先生という方がこんなふうに言われてます。日本にはその広場がなくて寂しいとそれは日本人の心の中に民主主義というものがないことを表してるんじゃないかと最も重要な都市計画の一人が日本の都市の状況についてこう言ったんですね。だからやっぱりその石川先生も広場ないと考えてたのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが東京のその新宿歌舞伎町が戦災復興で、作り直された時彼が設計をしてますがその真ん中に、駒劇前広場っていうのを作って西洋にあるような広場を作ろうとしたんですね。そんな歴史があります。ただ石川先生は都市計画の歴史や環境デザインの歴史の中で日本で珍しい方で私も含めてなんですがそういうことを問題にしてきませんでした。だから例えば国会議事堂の前に、道路が普通に通ってて後ろは公園なのに道路と生垣で分かれてますよね。これ民主主義が根付いている国であればこれはつながった空間にするしおそらくこの道路も非常時に緊急車両が通ればいいだけの設計に私だったらすると思います。理解できてなかったんです私も 3.11 まではで、そういう中でこういう場が作られてきてるってことがすごく大きいことだと思うんですね。ナチズムが台頭してで第二次世界大戦が起きる前に、ハンナ・アーレントっていうその女性哲学者思想家がアメリカへ亡命してます。でこの方はいろいろ重要な研究成果を発表されています、必死な人生の中でそれをこう絞り出すように言葉にしてきて伝えてくれていると思いますけれども、ハンナ・アーレントは人間の条件という本の中で実は私たちがこう敬愛してきた、政治集会の行えるアゴラという広場を持つ古代ギリシャの都市ポリス、これは実はその物理的環境のことを言わないということを人間の条件に書いています。それはそうじゃなくてこういうその意思を持つ人が集まればそういう場所は見つかるんだってことを言ってるんですね。で、それを私は大学時代に恩師からあなたは環境デザイナーになるんだから公共性ってことを考えるためにアーレントを読みなさい人間の条件から読みなさいと言われて分かりましたと言ってすぐ買いましたが何と読んでも分からずに来ました。で、プロになってからも分からずに大学の教員になってからも分からずに来ました。しかし 3.115 ここに来るようになってやっとそれが分かるようになってきたかなと思ってるんですね。だから物理的な都市施設としての広場っていうのは日本に相変わらずないんですけれどもこうやって私たち作れることを実証してますよね。だからやっぱりこれをこう続けることが力になるんだと思います。で最近のその
例えば裁判のおかしさ、判決のおかしさとか行政のおかしさ、山口県でもそうですし、あとはその政治家の言動のおかしさなんかが盛んにこう今日登壇された方々から言われてます。しかしそれは何しろあまりにも合理的でないですよね。ですからやっぱりこれは私たちのその、まあ、活動の継続、それから急成長によって彼らも焦って辻褄合わないことも露呈するせざるを得ない状況になってるんじゃないかと思うんです。だからこそやっぱり冷静に、あるいは時々こう楽しみながらこういうことをこう続けて追い詰めていくことが必要じゃないか。岩井島の先輩方のようにですね、ずっと月曜日のデモ続けられてますよね。ですので私たちも頑張ってこれやれたらということを思います。まあ、そんなことを環境デザイナーとして思うんです。ですので私たち の, 3.11 以降の成果っていうのはそれなりに挙げられていると思うので、このまま頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続きまして、東京大学名誉教授で穂立幹久さんです。よろしくお願いいたします。私は歴史学者ですので歴史の方から話をいたします。3.11 の4年前ですけれどもに日本地震学会の出版した地震予知の科学という本があります。そこにはですね、東北の太平洋側のプレート境界では津波の残した砂の調査によって500年に一度程度の割合で巨大な地震が起きるとありました。この巨大な地震は9世紀869年に一度起き、その後15世紀にも起きていましたから、これはですね、そろそろ起きるということだったわけであります。これに対して原発推進の側は、地震学会は予算が欲しくて地震予知を言っていた、実際に何もできなかったじゃないかと、で、全くの要するに想定外だったという嘘を言い続けています。でこれは学問をやる者として許し難いことであります。最近ではですね、もうあんな巨大地震はない、南海トラフ大地震は対策を取っている、原発はもう安全だという言い方になっております。しかしこの地震火山列島に安全な原発はありません。ここでお伝えしたいのは、日本列島で起きた巨大地震は東北沖と南海トラフがよく知られていますが、それ以外にもあることであります。近畿地方では歴史上3回の巨大地震が起きております。まず奈良時代に近江美濃で大地震が起きて、聖武天皇が作った近江の信楽橋が潰れています。そして平安時代の末にも京都近江若狭で大地震が起きて津波が起きております。ちょうど平清盛が死んだ直後でしたので、清盛の怨霊が起こしたというように伝えられています。でさらに秀吉の時代に起きた大地震は京都の伏見城を破壊し、近江若狭越前を揺らし大きな津波がやってきました。それからすでに450年になりますが、この近畿地方の大地震が次にいつ来るか、これはまだ予測ができておりません。この大地震は3つのプレートが日本列島を折れ曲がらせて弱くなっている部分、そこの近畿地方を繰り返し襲っているというもので、いくつもの要素が働いていますから予知は現状では困難です。しかしこれは100年単位で見れば必ず来るものであります。この地震が重要なのは言うまでもなく、若狭越前の原発を襲うからであります。若狭越前の原発を止めるか、この地震が先に来るのか、これは時間との競争です。私たちが火山の大噴火との競争もやっていることは言うまでもありません。もちろんこの時間との、この時間との競争は人類がこの列島に住み始めてからという永遠に近い時間の中で問われているものであります。今日のスローガンの Keep Calm and No Nukes っていうのは、焦らないで、そういうその長い時間の中に自分を移して、そこにトランスをして、核を排除するということを誓おうということだろうと思います。私は歴史学者としてこの覚悟は今最も必要な歴史の見方だと思います。それを多くの人々に伝えるために一つの提案があります。来年の年賀状には1945年を起点とするカレンダーを使いましょう。このカレンダーは決して突飛なものではありません。自然科学者の使うカレンダーは今放射年代測定法が開発された1960年を現在に00年に設定しています。このカレンダーこそ今後100年の間世界で一般化するカレンダーであろうと
というように思います。それを日本から始めることが重要だと思います。今日は天皇即位のパレードがあったようですが、歴史学の立場から言って平成だとか令和だとかというそういう言語は学術には不要のものであります。同時に現在の世界では西暦、キリスト教暦も適当ではありません。釈迦の誕生を起源とする仏誕というのがあります。それからイスラム暦もあります。私たちは改めて人類史のカレンダーを考え直す権利があります。長い目で私たちの住む大地を守り、これを保守すること、これを常に意識できるカレンダーが必要です。来年は1945年の核爆発の後75年になります。核起源75年、核時代後75年です。来年は国連で核兵器禁止条約が発効する可能性がある年であります。それに合わせてこのカレンダーを使う年賀状を増やしましょう。日本にとっては核時代起源の出発の年はアジア太平洋戦争の戦争責任が世界中から問われた年でもあるわけですから、この核時代カレンダーを歴史の起点にすること、これを常に意識していることは非常に重要だと思います。私たちは大地を守るために、大地を守るために、過去をよく見なければいけません。過去をよく見てその語ることに耳を傾け、過去を共有すること、それが全ての出発点だと私は思います。私たちは過去を大事にすること、その意味での保守が根本的な意義を持つ時代に入っています。もちろん私たちが未来への進歩の希望によって連帯をすること、これはもちろん結社の自由であります。しかし現在も未来も不確実であるという感じ方にはやはり正しいところがあると思います。現在は保守を前提として未来を考える時代です。現在の危機の深さは保守と進歩が根本的なところで一致せざるを得ないような時代が来ていると、そういうことだろうと思います。私も半減連の集会に何度か参加をしてまいりました。で、このこういう運動はこの危機の時代の先頭に常に押し立てていなければならない運動の一つであることは明らかであります。半減連の皆さんのご苦労に本当に感謝いたします。失礼します。はい、ありがとうございました。ではここでちょっとコールの方を入れさせていただきますが、その前にちょっとお知らせの方をさせていただきます。まずですね、皆さん向かって左側の方ですね、あちらの机の方で、温かいお茶、お配りしておりますので、ご必要な方はぜひあちらの方にお越しいただいて、お飲みいただければと思います。あと、半減連作りました T シャツですね、2000円以上完パくださった方に、お分けしておりますので、ぜひそちらもですね、合わせてお手元に取ってお持ち帰りいただければというふうに思います。あとですね、このコール中にですね、スタッフが、袋を持って回ります。皆さん、こちらの講義ですね、毎週の講義含めまして、皆さんの寒波で成り立っておりますので、ぜひ、寒波のご協力をよろしくお願いいたします。あと、寒波と合わせましてですね、ちょっと先走って早く作りすぎたんですが、祝安倍大臣という小旗をですね、配らせていただきます。まあ、来たる、安倍大臣の日をですね、それを持ってですね、心待ちにしつつ、さらに怒りも燃やしつつという感じで、ぜひお持ち帰りいただければというふうに思います。ではコールの方をいたします。それではちょっと寒くなってきましたし、大きな声でお願いいたします。再稼働反対、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 東海第二再稼働反対、東海第二再稼働反対、柏崎再稼働反対。
いらない、原発いらない、原発いらない、原発いらない、再稼働反対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 、原発マネーの還流やめろ、原発マネーの還流やめろ、原発ビジネスもゴリゴリだ、原発ビジネスもゴリゴリだ、安倍晋三は原発やめろ、安倍晋三は原発やめろ、原発やめて首相もやめろ、原発やめて首相もやめろ、安倍晋三と自民党は原発止めて国会から永田町から出ていけ。はい、では続きまして、ライブの方を、お届けしたいと思います。ちょうど1年前ですかね、この、集会のステージに立っていただきまして、実はそれ以来、まあ皆さんご存知の方もおそらくいらっしゃるかと思いますが、半減年のスタッフとして、毎週、講義法ですね、手伝いサポートしてくださっています。盛大な拍手でお迎えください。篠原徳一さんです。こんばんは。去年は多分あんまり原発のことを僕はあんまり詳しくないんですよねっていう話をして、そこから1年いろいろ言いたいことは、言えることは、でも去年あの半減年の方が曲を見て、ある曲を見て、でそれが思い出さないで忘れないでっていう感じの歌詞があったんですけど、その曲を忘れてしまいまして、違う曲やります。ずっと迷っている、大したことないこと、ずっと決めようとしてる、大きなこと小さなこと、決めたことやめようとしてる、つまらないことつまらないこと、足場がない上歩いてる、一歩も進めなくなる、死ぬこと大して変わらない、失った光を覚えて、ずっと迷ってる、ずっと揺らいでる、一瞬の
ありがとうございます。ですね。なんか、1年間、1年間って言うと、まあ皆さんすげえ長いからあれですけど、なんかあんまりやっぱ原発のことは、わからないんですけど、なんかその、今はすごい、僕らの世代の人とかこう諦めてしまっているんですよね。そのいや諦めようと諦めるところと諦めないところの中間みたいなところにみんないて、でそうすると諦めちゃうとなんかつまんなくなって冷笑的になるというか、だから諦めないでいいよっていうことだけははっきりと言いたいなと思っていて、で諦めないで続けてきた半原連の方とかここに参加していた方たちの力というものは大きいなという気持ちでおります。あ、江戸川の河童という曲です。最近あまり見かけない川のあいつはどこ行った、子供の頃は叱られて泣いてる僕を笑って見てた、最近あまり見かけない河童のやつはどこ行った、最近あまり見かけない、今日お昼から僕今ので曲終わります。お昼から福島の友達が台風で大変なことになりまして、そのドネーションというか募金のイベントをお昼からやっていて、微々たる微力な力でありますけど、その友達だったりとかいわきだったりとかすごい力になるんで、募金を置かせていただくんで、半原連の募金以外でもし入れていただけたらありがたいです。で曲暗いんで最後コールしようかなって思います。いつも僕コールがすごい楽しいんですよ。じゃあ最後コールします。再稼働反対、
ここはあの半減連のブースの横に置かせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さん、そちらの方の、募金カンパもよろしくお願いいたします。では、引き続き、スピーチの方、またお願いしたいと思います。まず、後半戦トップバッターですね、この方です。弁護士で脱原発弁護団全国連合連合会共同代表で映画監督の河合博之さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。映画監督の河合でございます。私が今一番これから力を入れようとしているのは関西電力の役員および会社本体の追及でございます。あの事件、一番ひどい時はですね、こうレンガ1個っていうんですか、1000万円の束をねボンと積んだんですよ、森山っていうのは。そしたらですね、役員がですね、どうもお預かりしますって3年も4年も預かってたんですよ、ね、もうめちゃくちゃ越前やお主も終わるよのというですね、時代劇をそのまま行くような話が今現在も行われている、各地で行われている、これが原発の実態です。原発はですね、汚いお金を現地にジャブジャブ突っ込まないと絶対に建設できないし、運転もできないんです。運転継続もできない、そういうもともとオダク体質、まあ、ドロドロ金銭ドロドロ体質じゃないと原発はできない、このことを知らしめたのが今度の関西電力の事件です。で、ジャブジャブお金が現地に入るとそれを仕切るやつ、フィクサーが必ず出てくる。でフィクサーはそのジャブジャブすごい高値発注して儲けた業者から紹介料をもらう、仲介手数料をもらう、これ毒まんじゅうですよ、ね、で毒まんじゅうっていうのはね、狡猾なフィクサーほど毒まんじゅうっていうのは独り占めしないんです。10個毒まんじゅうもらったら3つぐらい周りに配るんです。で今まではその周りに配ってるだけだと思ったら、なんと電力会社の役員にその毒まんじゅうをもう一回戻した。これが今回の事件の大きな、まあ面白いところって言ったら悪いですけど、まあそういうところですよね。で何のためにやったかっていうと、共犯者を増やし、ね、仲間を増やすために毒まんじゅうをそうやってさらに配るんです。でもう一つの毒まんじゅうの効果は、毒まんじゅうを関電の役員に渡すと次の毒まんじゅうがまた10倍になって帰ってくる、ぐる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 やってた。そういうことがどんどん分かってきて、7年間じゃない、 NHK のクローズアップ現代は暴露してましたけど、そういう関係が30年から40年続いてたんです。すごいでしょ。それでね、だからもう40回もらったら41回目は断れないんですよ。41回目断ったら、40回お前に毒まんじゅうやったのバラすぞって言われたらもう恐怖ですよね。だから毒まんじゅうってのもらえよ、1回もらったらもらい続けなきゃしょうがない。だからなんか人権活動で怖かったとか、怒鳴られたから怖かった、ダンプ突っ込むと言われたから怖かったんじゃない、悪いお金をもらってた。そしてお金をもらって脱原発運動、反原発運動の弾圧を悪巧みでやってた、やらせの集会とか暴力で脅かすとか、そういうことをやっていた、そういうことをやっていたのもバラされると怖い。だから要するにね、森山氏と関電というのは、関電の役員というのは共犯者なんだ、共犯者だから怖いんです。暴力が怖かったんじゃない、そういうことははっきりさせなきゃいけないから、ついに福井の県民、そして大阪府民、関西電力の電力を買ってた人たちが怒り始めました。そして私のところに告発をしてくれという依頼が来ました。で、この告発運動は今関西で燎原の火のように広がっています。東京の皆さんもぜひその告発団に加わってください。いいですか？10人や20人じゃダメ、今までにすでに200人ぐらい集まってますけど、それじゃまだダメ、1000人規模で告発すれば大阪地検も動きます。いいですか皆さん、告発にはお金かかるんだ、500円
500円会費で取るようになってますけど、ワンコインでね、不正が追及できるんですよ。だから皆さん、今日ここにいる皆さんはぜひですね、ちゃんとネット見てですね、委任状を送ってください。そして告発人に加わってください。そして皆さんの怒りを、汚いお金でしか動かない原発に対する怒りを表明してください。それだけではありません。もう一つやらなきゃいけないことがあります。株主代表訴訟です。株主代表訴訟によって民事的に彼らがやった不正を徹底的に追及して損害賠償をさせるという、これもですね、重要なことです。検察、それから第三者委員会というのは所詮人任せです。だから自分たちの手で徹底的に追及できる株主代表訴訟を起こそうということになっています。それについてもぜひ皆さんもご支援をお願いしたいと思います。原発の世界は再稼働の声ばかりが聞こえて、私たちが負けているように感じている人がいるかもしれませんが、私たちは日々勝っています。我々が戦い、こういう戦いをしなければ今頃20機以上再稼働している、そういう、それほどあちらは再稼働圧力をかけてくる、それを押しとどめているのは我々の日々の戦いの勝利のおかげなんだ、そういう自信を持ってこれからも戦っていきましょう。原発推進内部、原子力村の中には内部亀裂がもう発生しています。つい最近、選択という雑誌で田中俊一前原子力規制委員会の委員長は言いました。原子力村、原子力産業、嘘で塗り固めてある、あんなことじゃダメだって言ってるんです。そして原発はいずれ消滅する、そういうことを言っています。最終処分場ができないのになんで原発作っていいんだ、毎年使用済み燃料が増えてるじゃないか、それの処分を決めないで原発を推進することは誤りだということを、あの田中俊一氏が言ってるんです。本当、直前まで原子力規制委員会の委員長だったやつが原発はもう滅びるぞって言ってるんです。そして絶対に安全な小さい原発ができるまでは日本中の原発は一旦廃止すべきだっていう、僕はその意見に賛成です。なぜか、とにかく一旦やめたら絶対に日本は原発の再生なんかできないから、とにかく一旦やめさせることが大事なんです。それから関西電力の元の黒幕と言われた内藤千守という男がつい最近、告白をしました。本当に政界の工作をいっぱいやった、そして最終処分場がきちんとできない限りは日本はもう原発はやめるべきだと関西電力の元大ボスが言う、そういう時代になったんだ。だから原子力には村にはもう亀裂、大きな亀裂が発生し始めた、その亀裂を我々の手でもっともっと大きくして、そして関電だけじゃなくて日本中の原発を止めるためにこういう粘り強い戦いを続けましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、音楽ライターの遠藤妙子さんに、スピーチをお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。音楽ライターの遠藤妙子と申します。なんか音楽ライターっていう原発とはあまり関係ないものがここに来ちゃっていいのかなってちょっと思ったんですけれども、原発を止めたいっていう思いがあればどんな立場の人もここでスピーチしてもいいんだなと思って来ました。ちょっとお時間いただきください。よろしくお願いします。音楽ライターといってもクラシックとかじゃなくて、ライブハウスでやってるバンド、ロックバンドやパンクロックバンドに取材をしてるんですね。で、どのバンドも自分の気持ちを自分の言葉や自分の音で表現して、今日さっき見ていただいた篠原徳一さんや円城寿類子さんなんかもすごい自分の思いを自分の言葉でオリジナリティあふれる音楽をやってらっしゃると思うんですけど、
でさっき篠原さんがなんだ、諦めると諦めないの中間っておっしゃってたと思うんですけれども、なんていうか中間であったりその繰り返しであったりっていうことなんだと思います。今でも私はそうやってバンドたちとお仕事をして、やっぱ希望はずっと持ってるし希望をもらってるんですね。で私の仕事はそういったバンドたちが新しい曲を出した時にインタビューをするんですけれども、そのインタビューでこう東日本大震災と原発事故の後すごい変わってきてるんです。それまではなんか曲のことを聞いたりライブのことを聞いたりしてたんですけど、 3.11 以降は答えてくるバンドマンたちが原発は反対だって言ったり社会や政治のことをインタビューで話すようになってきたんです。なんかそれすごいいいことですよね。でなんかみんながこう社会について考えてるってことをインタビューで実感してるし、曲にも反映されてるのを感じてます。あと変わったことっていうのは原発とはちょっと離れちゃうかもしれないけれども、バンドマンたちって全国各地にライブをしに行くんですけど、その時新幹線とか贅沢はできなくて車で行くんですね。みんな自分で運転して、でその機動力を生かして被災地に物資を持ってったり、あとボランティアに行ったり、あとライブをしに行ったり仮設住宅とかでライブをしに行ったりするバンドもたくさんいます。それは今もその後起こった災害の各地で行われていると思います。あと反原発デモに参加しているバンドマンたちもいますし、やっぱどんどん変わってきているのは実感してます。といってもみんながみんなそういうことに参加しているわけじゃないし、少数派かもしれないんですけど、もうインタビューしてるとみんな社会と向き合ってるっていうのは確実な変化だし、あとよりリアリティのある言葉で自分の音楽を表現するようになってきた。本当に変わってきてます。それはもう良い社会にしたい、良い未来にしたいっていう当たり前の思いから出てくるもので、そうやってバンドマンも私もあときっと多くの人たちが変わってきてると思うんですね。良い社会にしたい、良い未来にしたいと思えば変わるのが当たり前で、これまで知らなかったことを反省したり、おかしいことはおかしいって言ったり、そういう当たり前の方にどんどん向かってると思います。でもその当たり前のことをなんで安倍政権はできないんだっていうことですよね。反原発、原発は危険なものだったことはもう分かってるのに作りたがる。あと本当社会保障とかよりももう原発とか武器とかを海外に輸出したりばらまき、お金をばらまきたがってる。そういうことに対して反抗した人間とか切り捨てていく、おかしいですよね。社会が、政治家が市民を切り捨てるって本当おかしいし、逆ですよね。市民のことを考えない政治家を私たち市民が切り捨てていくべきなんですよね。もう本当それ言いたいだけで来たんですけども、本当だから音楽やってると本当音楽はもう未来に届けるっていうか未来に残っていくもの、その未来に原発もいらないし安倍政権もいらないしファシズムもいらないと思います。本当どんどん市民のことを考えない政治家は切り捨てていきましょう。もう本当未来は私たちが作っていきましょう。もうこれだけで時間余っちゃうんですけれども、最後に本当毎週金曜日この場を作ってくださってるスタッフ、こうやって声を上げる場があるってことはすごく重要だと思います。ありがとうございます。あと毎週来てくださってる方々、集まってる方々、もう私なんかもう本当月に1回も何ヶ月かに1回ぐらいしかもうこれ行けなくなっちゃって、本当ありがとうございます。もうみんなで、まあ私なんかもうついていきますっていう感じなんですけど、頑張って
ちょっとでもいい社会、いやちょっとでもなくじゃなくてとてもいい社会にしていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、経済学者で立教大学特任教授の金子勝さんです。よろしくお願いいたします。金子です。どうもご苦労様です。短い時間なので、言いたいことは関電の原発マネーの還流問題は極めて安倍政権の性格そのものが丸出しになっている。でどういう意味かっていうと原子力村が牛耳っていて、それと公安警察、それから公安関係の検察がほぼ一体化して、動いているっていうことを、実は関電マネー問題は端なくも露呈させたわけです。でよく皆さん事実の経緯を思い出してほしいんですが、社内調査委員会なるものがでっち上げられたわけですけど、一応200名の社員を徴収したと言われてるんですが、その社内調査委員会の委員長は小林隆という弁護士で、でこの小林隆は、最高検の公安部長だったわけですね、麻生政権の時に。そして、村木厚子事件、ご存知のように障害者郵便切手事件で人質司法の典型で村木さんを、何ヶ月も閉じ込めた。でその後ですね、この小林隆は、公安部長から大阪地検の検事正に行って、この事件のおそらくもみ消しを図ったんだと思います。で結果ですね、朝日新聞が前田恒彦という大阪地検特捜の、検事の村木事件の証拠のテープを改ざんしたことを暴露してしまいます。それで結果的にこの小林隆は、前田検事以下特捜部長はみんな有罪になったんですけど、この小林隆は懲戒処分で、なんとか免れて自主退職をしていくっていう、そういう経緯だったんです。そういう人物を関電の経営者20名が指名をして、そしてこの森山助役の元助役の、金銭問題が出てきたものをもみ消しに入ったと考えられます。で実際に2018年1月に金沢税務署が、暴露してしまい、これは所得隠しだというふうに出てきて、6月に家宅捜索をした結果 3.2 億円が20名に流されているという、そういう名簿と、いやメモとその金額が全部出てきちゃったわけで、慌ててこの小林隆を関電経営者はもみ消しのプロが、検察ですよ、検察のもみ消しプロが OB としてこの社内調査委員会についていったわけです。で森山助役はどうしたかって、記者会森山助役の調査をしたかっていうと、後の記者会見で分かったんですけど、思いに至らなかった。つまり200名の社内の社員を調べて、そして会社の用意した資料を基づいて、それで話をでっち上げてる。でしかも結果は社内調査委員会は取締役会に一切報告していない。で2019年のまだ年頭では森山はまだ事情聴取を受けていたんですが、3月に死んでしまいます。死人に口なしです。
死因は不明ですという結果で、それで結果的にこの問題が、ほとんど事情聴取ができないまま、森山助役が死んだ後に、10月2日に事実が露呈したわけです。それで2ヶ月間の減俸で、八木会長以下全員が無罪放免っていう社内調査委員会、さすがにひどいっていうことになって批判を浴びて、結果岩根社長は何をしたかというと、この社内調査委員会の次に多崎圭一という安倍政権、第一安倍政権の時の検事総長を指名して、そして第三者委員会だというふうに称してるわけです。しかし先ほど言った村木事件に、大阪地検特捜で、捜査をした前田は実は、2006年の佐藤栄作元福島県知事の収賄ゼロのもうほぼでっち上げに近い裁判で、の時の捜査をしてたのが実は前田です。で現在の東京地検特捜部長の、森本パンチ森本さんも、この佐藤栄作事件で、収賄ゼロで、有罪判決で福島県知事を送る、連座制で弟さんのなんかスーツをもらっただけの話なんですけど、弟さんがでそれで失職をしていくっていうプロセスで、で2006年のこの9月の佐藤栄作判決の時に検事総長が多崎圭一です。でその後何が起きたかっていえば、2006年12月22日、安倍晋三、第一次安倍政権の安倍晋三首相は、全電源、福島原発について全電源喪失はありえないという国会答弁書を提出して、まさに安倍晋三こそが福島原発事故のまさに犯人先犯なわけです。でその周辺が全部検察と原子力村がグルになってこういう形で動いてる。佐藤栄作が収賄ゼロで有罪判決で、この20名で 3.2 億円もらってる関電の経営者は一切何のお咎も解けない、取られないわけです。でしかも問題は2012年から15年、世耕元経産大臣ですけど、当時内閣府官房副長官だった世耕氏が、600万円を、4年間にわたって柳田産業から受け取っていた。でそこは何が起きたかというと、2014年に高浜原発の運転差し止め の決定を福井地裁が行って、その後また大津地裁が運転差し止めの決定を仮処分を出したわけです。その時に内閣府の官房副長官の世耕氏は原子力関係閣僚会議の中に参加をしていて、それで、当時、世界一の基準とか言ってるインチキな新規制基準に従って原発を再稼働していくっていう方針を決めたっていうのが経緯であります。一つ間違えば贈収賄で、その後2016年そのおかげで経済産業大臣になって、そして原発ベースロード電源、原発比率20から 22% というエネルギー基本計画を決定していくっていう経緯だったわけです。私たちは、安倍政権が原子力村と公安警察検察中心のこの恐ろしいファシスト政権が実は原発の問題のコアでそういうものが形成できてされてきたと、特に2006年からそれが着々と
作られて今もその状況が進んでいるということを私たちはきちんと自覚をしてこの状況を覆していくということがぜひとも必要だということを、訴えてですね、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと冷えてまいりましたが皆さん大丈夫でしょうか。あともう少しですが、先ほども申し上げましたが、向かって左側の方ですね、温かいお茶、ご用意しておりますので、お必要な方はぜひ、あちらの方にお立ち寄りください。あと、ハンゲレンの T シャツもですね、2000円以上のカンパでお分けしておりますのでぜひお持ち帰りください。はい、あとちょっと、告知の方させていただきますと、冒頭の挨拶でですね、申し上げましたが、ハンゲレン今、感電義国追求キャンペーン始めております。ぜひサイトの方をご覧いただければと思いますが、これまでの、まあ、報道されてきたニュースこちらの方で、ご覧いただけますし、あと、10月にですね、3度ほど、関電東京支社前で抗議いたしました。金曜の抗議と別にですね、こちらもまた随時行ってまいりますので、ぜひそちらの方にもご参加の方をお願いできればというふうに思います。よろしくお願いいたします。ではこちらで、少しコールの方を入れさせていただきます。では行きます。シュプレヒコール続きスピーチの方をお願いいたします。まずですね、元福島原発作業員の方で池田実さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは、池田実と申します。原発で、2014年、浪江町の除染から始めまして2015年まで、福島第一原発の、構内で、廃炉作業を行っていました。浪江町では河川敷の、草を刈ってそれをフレコンバッグに詰めて持っていくという、作業を行いました。先月浪江町の当時の作業現場に行ったんですけども、まあ、5年経ったんですけども、昔は私たちがもう汗流して刈っていた草、土手とか河川敷なんですけども、全然元のままって言いますか、もう茶色い草が、生えていて、でフレコンバッグはなくなってたんですけども、田んぼなんかももう草ぼうぼうで、当時私たちは住民農家の人が戻ってその田んぼを耕すからということを言われて、まあ、必死に除染作業をやったんですけども、5年経ってもだからもう全然元に戻ってしまってたというのを見て、本当に虚しくなったというか悲しくなりまして、何のために除染やってたのかなというふうに、私たちは除染とは言わずに除草作業って言ってたんですけども、最初は草を刈って、それから表土、土ですね、5センチぐらい刈って、それを別のフレコンバッグに詰めろということを言われたんですけども、工期が迫るともう上だけでいい、要するに草だけ刈れば土はいいからっていうふうに上から言われまして、まあ、草だけ刈ればなんか除染、やったように見えるということでね、そういうまあデタラメな、ことをやって、でも懸命にやってたんですけども、結局、住民は戻れないという状況ですね。やはり現場を見ればフレコンバッグを田んぼ元の田んぼの上に積み重ねていけば、こう、まあ、台風とか雨が降ればね、染みてくるのは当然だし、実際3段4段積めたフレコンバッグの下の方からは草木がもう出てるっていうのはもう何度も見ましたし、まあ、実際農家の人が見ればこんなとこに戻れないし、田んぼを耕すことはできないと思うのは当然だと思いました。で、台風の後だったんで、そこの現場ではないんですけども、フレコンバッグが潰れたり流れたりというのをね、現場も見ましたし、本当にいい加減ずさんというかね、除染やればもう一回やればおしまいみたいな感じで、非常に住民のことを無視した、ことが行われてるんだなというのを感じました。で、それが第一原発の構内で、まあ、瓦礫の作業、回収と袋詰めっていう作業を主にしてたんですけども、私たちの作業員っていうのはね、すでにまあ10万人以上、311から入ってると思うんですけども、私もそうですけど、一旦もう仕事終わっちゃえば、まあ、何の保証もないんですよね。チェルノブイリなんかではリクビーターアートといって、一旦作業した人に対しては国の方でね、保障、医療保障だとか保養だとかいろんなことをやってるんですけど、まあ、日本の場合はもう一旦もう作業終わっちゃって、戻ってきたらもう何の保障もなくて自分で病院行って診察するとかいうことをもう自費でやるというような、感じになって、本当にひどいなというふうに思います。賃金とかいろんな労働条件にしても、私は三次下請けの会社に入ってたんですけども、社会保険もないですしね、本当にまあ、虫けらのようにっていう人もいましたけども、切り捨てのままに置かれているっていうのが、今もそうだと思います。で、そんな中でどんどん再稼働を進めていけばどうなるか、すでに福島の人でも白血病だとかがんとかかかってますけども、労災されたのは本当わずかで、労災認められないという人も多くいます。で、労災に認められたからとしてもその後の保障が少ないということで、今荒川さんという人が裁判を起こしてますけど、損害賠償を求める裁判を起こしてますけども、今後もどん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 まあ、被爆者といいますかね、作業員の被爆する人が増えていく。で、もしその中で再稼働したらさらにさらに被爆者が増えるということになるわけですから、私元作業員としてはね、
ぜひそういう作業員の被爆を増やす再稼働はやめてほしいというのを訴えたいと思います。こういう場をね本当に広げていって、作業員のためにも労働者のためにも、再稼働はやめたいというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして、団体スタッフで翻訳業をなさっております大石舞さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。神奈川県の大井町から来た、大石と言います。一位市民として発言させていただきます。まずは毎週半原発を訴えて行動し続けていらっしゃる半原の皆さんに心から敬意と感謝をお伝えしたいと思います。はじめに、一人の高校生について話をさせてもらいたいと思います。私が反核の運動に関わるきっかけになった出来事です。私はその時学校で働いていて、修学旅行の担当だったので長崎に行きました。そこで生徒たちと一緒に被爆者の話を長崎で聞いて帰ってきてから感想文を書いてもらいました。ある一人の男の子の感想文に目が止まりました。その子は私はあまり関わりはなかったんですけれども、すごく部活を一生懸命やってる明るい男の子だなっていう印象でした。彼はこういうふうに書いてました。核兵器も原発も一緒だ。僕は福島から東日本大震災で避難してきました。僕は原発の事故を絶対に忘れないで自分たちの子供の世代に語り継いでいきたい。私は彼が福島から来たということを知りませんでした。本当に衝撃を受けました。いつも明るく頑張っていたあの姿の中でどんな気持ちで被爆者の話を聞いたのかと今でも忘れることができません。311を経験して困難を抱える子どもたちと出会って、私は反核の運動に関わることを決めました。子どもたちに罪はありません。先のない原発政策に対して行動を起こすことは私たち大人の責任だと、黙っていてはいけない、声を上げて行動しようと思いました。今私はですね、地域で同世代のお母さんたちや、あとはだいぶ先輩、大先輩たちと一緒に、地域でいろんな活動をしています。今日ここに来れないけれども、カンパを渡してくれって言って私に千円札を握らせてくれた おじいちゃんもいます。次の来月の12月の議会に東海第二原発 の運転延長と再稼働を再考してくださいっていう陳情を議会で採決してもらうために今庁内を署名を賛同署名を集めて回っています。福島と同じタイプの古い設計で事故とかトラブルが一番多い原発ということを聞いて、私はその時の高校生の顔を思い出して行動しようというふうに思いました。ただ地域 の活動は皆さんすごくご存知だと思うんですけども、すごく地味で地道なものだと思います。こんなことをやっていて本当に何か変わるんだろうかって思うこともたくさんあって、議員さんと会おうとしても会ってすらもらえないこともあります。でも一人の力が小さいからこそ世の中を変えるには自分たちの周りを変えていくしかありません。でそのために私たちがお互いの違いを乗り越えて草の根で対話をして連帯しようというふうに手をつないでいたときに、政府がどんなに力を持っていたとしてもその私たちの手を引き離すことは絶対にできません。私たちはそのすごく地道な、一歩一歩小さいんですけれども、この力強さを私は知ったので、この力強さで必ず原発を止めることができると信じています。政府の人たちに訴えたいと思います。政府の皆さん、私たちの
草の根の市民の声を聞いてください。もし原発の事故が起こったら一番に被害を受けるのは私たち市民、特に子どもたちです。私たちは311やたくさんの自然災害を経験してそれを知っています。だからこそ私たちの市民の声に一番に耳を傾けてください。政府の皆さん、専門知識がないとか、たかが地域の声だと私たちを甘く見ないでください。私たちはどこかの大臣が言った身の丈に合った行動なんて絶対にしません。私たちは行動しながら学び続けて知っています。文書の廃炉決定が決まって原発政策そのものがすでに破綻していること、福島の汚染水がアンダーコントロールなんて嘘だということ、福島の避難者たちがまだ4万人以上もいること、汚い原発マネーがずっとずっと前から地域を分断してきたこと、私たちはいろんなことを経験して学び続けて絶対に忘れません。そして知っています。核と人類は絶対に共存できません。核兵器も原発も絶対にいりません。私たちは草の根をしっかりと地面に下ろして、お互いの違いを認め合って連帯をして、どんな強い雨にも嵐にも日差しにも負けないで、この連帯と草の根を広げていきます。そしてこの連帯の力で必ず原発を止めることができると、止めてみせると思っています。共に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、スピーチの方最後になります。弁護士で官邸前見守り弁護団の竹内昌司さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。弁護士の竹内昌司といいます。いろいろな集会の見守りを普段はしております。今日はですね、弁護士として避難者のですね、損害賠償にも取り組んできたお話を少しさせてください。実は双葉町の帰還困難区域にも先日入りました。双葉町、皆さん分かりますかね。商店街に原子力明るい未来のエネルギーっていう看板があったところです。で、帰還困難区域なんですけれども、そこはですね、除染とか復旧の関係者以外は立ち入れない、一般の人は立ち入れない地域なんですね。で、ほとんど新築になったご自宅なんかも実は見せてもらいました。庭はもう草がぼうぼうです。で、お家の中入らせていただいたんですけれども、何があったと思いますか？実はですね、ネズミの糞がたくさんあるんですね。人がいなくなると草が生えて、でネズミがたくさん出る、そういう状況で、ほとんど新築の家をそのままにしてですね、荷物もほとんどそのまま置いて出なきゃいけなかった、そういう人たちがですね、2019年この11月日本に現にいるわけです。帰れないんですね。で、2011年の1月の福島県の人口っていうのが202万人だったんです。で、今年の10月、2019年10月の福島県の人口は184万人、約 10% 減ったんですね。美しい国っていう言葉を言ってる人がいましたけれども、それって一体何なんでしょうかね。原発事故を起こさないように、原発をゼロ、これを目指すことではないでしょうか。自民党にいたはずの原発ゼロ派は一体今どうなったんでしょうか。防衛大臣の方いますよね。あの方、野党時代に原発ゼロとおっしゃっていて、内閣に入ったら無視です。で、しかもツイッターで当時のことをリツイートするだけでなぜかブロックされてしまうという謎の仕様ですよね。で、政治家はそんないい加減なことでいいんですか。言ったからには絶対に原発ゼロで進めてくださいよ。で、実はですね、福島県の木というのがありまして、これは欅なんですね。で、今日ネットで見てる方も後ろに見えると思うんですけども、国会議事堂の前に木がたくさんありますよね。あの木は実はですね、全国47都道府県の木が一つずつ植えられています。
衆議院の方に47個あって参議院の方に47個あってシンメトリーになってるんですね。これはですね、国会っていうのは全国から国会議員が選ばれるわけです。でその人たちがまさにこの場所で原発ゼロの政策を決めることができるわけですよ。だから皆さん私たちここで集会をやっているわけですね。やはりですね、選挙における明確な争点、次の争点は明確に原発ゼロですよね。この一点でですね、先ほど来られてた立憲民主党共同会派の議員の方、そして日本共産党、そしてですね、さらにはかつて原発ゼロと言っていた与党の議員の方々もですね、その頃にはきっと野党になられていてですね、原発ゼロの法案が出るわけですから、有権者は見てますよということで、その時原発ゼロの一票を確実に投票させましょう。私たちは原発をゼロにできます。そしてその責任を子どもたちの世代に押し付けてはいけないんですよ。私たちの世代で原発ゼロを目指す、それを今日皆さんと約束し合って私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。時間が来てしまいましたので最後のコールとなります。何回やってもいい話が聞けるもんですよね。本当に新しく参加している人たちの新しいいい話を今日もたくさん聞いてきました。最後コール締めたいと思います。大きな声で再稼働反対、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 安倍晋三は原発やめろ、子供のために原発やめろ、安倍晋三は原発やめろ、未来のために原発やめろ、安倍晋三は原発やめろ、日本のために原発やめろ、安倍晋三は原発やめろ、世界のために首相をやめろ、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 原発やめろ、原発やめろ、やめろ、日本中のすべての原発さっさとやめちまえ。はい、ではこれにてキープコム&ノーニュクス1110原発での国会前集会を終了いたします。皆さんお疲れ様でした。はい、半減令からのお知らせです。何度も申し上げて恐縮ですが、こちらの講義ですね、皆さんのカンパで成り立っております。ぜひ、カンパのご協力、カンパ袋を持ったスタッフにお渡しいただいてご協力の方よろしくお願いいたします。あと、向かって、左側ですね、テーブルの方でお茶等を ご用意しておりますので、よろしければぜひ、飲んで帰って、ください。そちらの方でですね、2000以上カンパくださった方に T シャツもお分けしております。ぜひこちらもお持ち帰りください。あと各種フライヤーですね、同じところで配っておりますので、そちらの方もぜひお持ち帰りいただければと思います。